高速鉄道を建設するなど先進国への道を突き進むインドネシア。しかし無理やり先進国になろうとすれば犠牲が出るのは間違いないでしょう。インドネシアが銅などの鉱石を輸出禁止にする動きがあるのをご存知でしょうか。インドネシアは2014年に一度禁輸政策を行い失敗しているので、今回はある意味リベンジという形になるでしょう。しかし専門家たちからはあまりいい意見が出ていないのも事実です。そんな動きがある中、日本は銅をインドネシアから輸入しています。果たしてインドネシアの鉱石輸出禁止政策は効果が出るのでしょうか。また日本への影響はあるのでしょうか。今回はインドネシアの鉱石輸出禁止政策と日本への影響について詳しく解説していきます。1. 鉱石の輸出禁止政策を始めたインドネシア。インドネシアは2023年6月10日に未加工のボーキサイト鉱石の輸出を禁止しました。ボーキサイトは主にアルミニウムの原料として使用されます。また銅や亜鉛、鉛などの鉱石も同じ時期に輸出を禁止する予定でしたが、先送りすることになりました。今後は段階的に銅などの鉱石も輸出禁止にしていく予定です。鉱石の輸出を禁止するということは経済に影響が出そうですよね。日本もインドネシアから多くの鉱石を輸入していますし、特に銅は現代の製品になくてはならないものなんです。銅は新幹線や自動車などに使われていて、 EV 化が進められているのもあり重要度が高まっています。私たちに身近なものとしてはエアコンや冷蔵庫、電子レンジなどに使われているほか、スマートフォンにも使われていますよ。銅は生活にはなくてはならない鉱石だということがわかると思います。日本は鉱石などの資源をほとんど輸入しているため、他の国から供給ができないと経済に影響が出てしまうのです。日本を含め他の国は政策に反発していますが、インドネシアは輸出禁止を決定しました。実はインドネシアの銅輸出量は日本が一番多くなっています。それもあり日本はインドネシアと友好的な関係を築いてきました。 2. 日本を切り捨てたインドネシア。友好関係を築くために日本が行ったのは経済支援です。日本はインドネシアに対して ODA による経済支援を累計 5.5 兆円も行っています。インドネシアは ODA の中でも日本からの支援を一番受けている国です。スマトラ、ジャカルタなどにある主要道路の6割を日本が整備したほか、地下鉄を作り渋滞緩和などに貢献しています。インフラ面でも日本はインドネシアの発電量 20% にもなる施設を整備しました。1997年にアジア通貨危機が起こり、インドネシア経済が混乱に陥った時は約3500万ドルを支援しています。さらにインドネシアが民主化するきっかけとなった2004年の選挙においても約2300万ドルを提供するなど多大な貢献をしているんです。しかし最近のインドネシアは日本に対して反発する姿勢を見せています。わかりやすい例はインドネシア高速鉄道でしょう。日本はインドネシアの高速鉄道建設にあたり調査員を派遣して細かな調査を行い、環境への影響をまとめた資料を作成しました。日本はその資料をもとに鉄道の安全性を打ち出した建設計画を発表します。ところがインドネシア政府は中国が債務保証も財務負担も求めない短期間での建設を提案したため、中国に高速鉄道の発注を決めました。
問題なのは、日本が作成した資料がインドネシア政府によって中国に流出した疑惑があることです。本当だとしたらとても残念ですよね。長い間支援してきた日本を切り捨てるような行為だと思います。結局インドネシアは中国と高速鉄道を作ることになりますが、2015年に工事を開始し、4年で完成予定だったものが4年も工期が延びて2023年10月の開業となりました。さらに建設費も増えてしまいました。当初は約88兆ルピアだった予定が約113兆ルピアまで増えています。これは日本円で言うと2000億円以上も建設費が増えているんです。自業自得かもしれませんが、悲惨な結果ですよね。ではなぜインドネシアは他国との友好関係を切る恐れがあるにもかかわらず鉱石の輸出禁止政策を行うのでしょうか。3、産業構造の改革を狙うインドネシア。インドネシアの一番の狙いは産業構造の高度化です。インドネシアは天然資源が豊富なため、鉱石などの一次産業品の輸出比率が 50% にもなっています。こうした状況では、資源需要の影響を受けやすく、鉱石の必要性がなくなれば、国内経済は苦しくなります。だから、資源に依存している経済構造から、高付加価値分野で稼ぐ方向に変えようとしているのです。例えば、野菜を直接売るよりも美味しく料理をして提供した方がお金になりますよね。またコスト面でも有利になります。日本の大手飲食店メーカーが自社で農園を持つのも取引のコストを下げるためです。この場合は卸売業者を仲介しなくていいので、取引する側もされる側もメリットがあります。同じようにインドネシアも自国の資源を輸出して加工された商品を輸入するよりも、自国で商品を生産して使用する方がいいと考えたんです。さらに鉱石の資源を求めて海外企業がインドネシアに集まれば、雇用が増えて技術レベルの向上につながります。この狙いが成功すれば、インドネシア経済はとても良くなりそうですよね。そのためにも現在インドネシアは鉱石の精製や精錬などを国内で実施することを義務付け、工場などを建設しています。過去にインドネシアは鉱石の輸出禁止政策で成功したことがありました。インドネシアは2020年1月にニッケル鉱石の輸出を禁止しています。政策により精製所は2カ所から16カ所まで増え、中国や韓国などが EV を作るための工場をインドネシアに作るなど、外資企業の誘致に成功しているんです。2022年にはニッケル加工品の輸出額は2014年と比べると27倍以上にもなる468兆ルピア、日本円で約4兆2000億円にまでなりました。3年でここまで産業が発展したのはすごいことですよね。しかしこの発展はニッケル鉱石だったからかもしれません。ニッケルの鉱石生産量はインドネシアが世界1位です。そしてニッケルを調達できる国はインドネシア以外であまりないんです。さらにアメリカのバイデン政権が発表した報告書によると、ニッケルの需要が3年から7年で大幅に増える可能性があるとされています。ニッケルがここまで重要となると、企業はインドネシアに工場を建設するしかなくなりますよね。だからニッケルの輸出禁止政策は成功したんです。政治面においても輸出禁止政策に成功したことで国民からの支持を得ることができています。国民もニッケル産業で恩恵を得ているため、他の鉱石も輸出を禁止すれば利益が得られると考えているんですね。では、ボーキサイトや銅などではどうでしょうか。4、
経済成長を狙うも失敗するリスク大のインドネシア。専門家は政策が失敗に終わる可能性があると指摘しています。一つ目の理由は、インドネシアの紡機サイトや銅はニッケルと比べて生産量があまり多くないからです。紡機サイトや銅の輸入をインドネシアに頼っていない国は他の国に調達先を変えるだけでいいので、リスクはないでしょう。実際インドネシアが生産する紡機サイトの最大輸出国である中国は調達先をギニアに変えました。他の国も同じように切り替えれば、インドネシア国内に外資企業を誘致することは厳しくなりますよね。次の理由として、紡機サイトなどの工場が多くできていないことが挙げられます。インドネシアが2014年に鉱石の輸出禁止政策を行った時には工場がなかったために、複数の鉱山が減産することになり雇用が崩壊しました。その後インドネシアは2017年に輸出規制を緩和することになるのですが、今回も同じような状況にならないとは限りません。紡機サイト加工の技術が不足すれば経済状況は悪化します。銅などの鉱石の輸出禁止を見送ったのは2014年の失敗があったからでしょう。最後の理由として挙げられるのが国際社会からの反発です。EU が2019年に世界貿易機関の WTO にニッケルの輸出禁止について訴えたところ、 WTO 小委員会はインドネシアの規定違反と判断しました。インドネシアは上訴をしていますが、正式に規定違反と認められれば輸出禁止を止めるように言われるか、 EU 国から経済的な措置を取られる可能性があります。強気な姿勢を見せていますが、インドネシアは発展途上国です。他国から経済措置を取られると厳しくなるでしょう。このような理由があり、インドネシアの鉱石輸出禁止政策はうまくいかないというふうに見られているんです。一方で国際通貨基金である IMF は、産業強化に力を入れ海外からの誘致を促す輸出禁止政策の取り組みを歓迎するとして評価しています。しかし輸出禁止政策に関しては段階的に廃止するべきであり、輸出禁止の対象を拡大すべきではないと要求しました。このような意見に対してインドネシアは、国や国際機関が他国の輸出禁止を規制することは植民地主義の一形態であると批判し、付加価値の必要性も理解していないと発言しています。さらに産業化を支持しながら鉱物の輸出禁止に反対するのはダブルスタンダードだと反発しているんです。さまざまな意見がありますが、日本への影響はどうなのでしょうか。5、輸出禁止政策による日本への影響。結論から言うと、鉱石輸出禁止政策による日本への影響はあまりありません。紡機サイトに関してはオーストラリアやアラブ首長国連邦、サウジアラビアなどから加工された後の真珠金を輸入しています。日本は紡機サイトなどのアルミに関する鉱石はインドネシアに依存していないため問題ないということです。銅はインドネシアから輸入していますが、日本の銅輸入におけるインドネシアの割合は年々減っています。2010年には 20% あったものが2018年には 11% となっていますが、銅の総輸入量は変わっていません。もともと日本は銅の約4割をチリから輸入しています。だからインドネシアが銅の輸出禁止を行ったとしても、他の国との関係を築いていけば問題ないでしょう。日系企業の多くもチリに進出して、三菱商事などは銅鉱山の権益を確保したりなどの動きを見せています。また2023年8月には経済産業省が主催で
視察ツアーを行いました。アフリカの銅産地に日本が進出すれば、より安定的な銅資源の確保が行えるでしょう。このように日本はインドネシアの輸出禁止を見越して様々な取り組みを行っています。だからインドネシアが鉱石の輸出制限を行っても日本に大きな影響は出ないんですね。高速鉄道建設もそうですが、インドネシアは中国との関係を築こうとしている傾向が見られます。ニッケルの禁輸政策の時も誘致したのは中国企業が主でした。今回の貿易サイトや銅も中国系企業の誘致を狙っているのでしょう。強気な姿勢で経済成長を進めるのはいいと思いますが、他国との関係性に傷を入れるような政策はどうなのでしょうか。高速鉄道の時もそうですが、日本との汚点ができているのは間違いありません。インドネシアの経済成長を祈るばかりではありますが、日本が行ってきた支援も忘れないでほしいですね。石油資源などを輸入に頼っている日本にとって、インドネシアは主要な国の一つです。インドネシアの周辺は中東と日本を結ぶ航路となっているからです。領海を持つ国と友好的な関係を築いていれば、安全に資源の確保ができますよね。さらに中国が南シナ海の領海を狙っていることもあり、地政学的な面で良い関係を続けていきたいんです。そのためにも日本はたくさんの支援を行ってきました。インドネシア側も企業の誘致やインフラ整備などを含め、日本との関係は友好的でありたいはずです。インドネシアの人も日本に親しみを感じてくれているようで、日本語を学ぶ人の数が世界で2位にもなっています。しかし高速鉄道の件や一方的な外交政策が続けば仲が悪くなってしまうでしょう。日本もそうですが、両国にメリットがあるような政策を行って共に成長していくような外交を期待したいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。